はい、どうも、こんにちは。グザグルでーす。2本ぐらい前の、動画に、巨大みかんを紹介したんだと思うけど、この巨大みかん、こちらですね。が、まあ、すごくでかいんですよ。ね、この動画。この動画、このみかんと比べ。なので、中身がどうなってるかっていうのを今回見せたいと思います。これでも、まあ、でかい方だけど。はい、それじゃあ開けます。こんな感じです。中は結構詰まってます。あ、だけど、ここは。だけど、あれですね。皮が分厚い。中は、みかんですよ、これ。おー。はい、こちら、中身となります。節が、これなん、節だっけ？なんか、この栄養があるやつ。これ多すぎるんで、ちょっと今取り除きます。見やすいように。まあだけど、後で食うよ。パリパリパリ。まあこれだけで食っても美味しくないと思うけど。よいしょ。まあこんな感じです。一つ取りましょう。でかい。すげえ、あ、一番でかそうなの見つけた？これ出そう。うわぁ、すごいな、これ。これがビッグサイズ。で、普通のやつが、こうぐらいです。結構差があるね。中もちゃんとでかいです。味。むむ。これね、あれだね。普通のみかんより甘い。でっかい方が甘いね。それじゃあみんなもぜひ、なるべくみかんとか選ぶときは、大きいの狙った方がいいかもね。さすが皮もでかい。それじゃ、バーイバイ。バイ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 。おー、楽しいな。結構楽しい。あ、やばい。ちぎれた。サムネ取れないじゃん。